ここにワープポイントがあったんで、ちょっとお伝えしとこうかなと思って。で、ここさ、行けないんかなと思うじゃん。なんか、でもよくよく考えたら、ここのラインが行けないだけで、ここって隠れてるだけなんよね。で、七天神図を全部開けたから、なんか、すべてが見えてると思い込んでたんだけど、実はここにワープポイントがあって、これね、びっくりした。まあ、道は、そこね、スメールシティがここにあって、でもこの道沿いに来たらいけるんかな。で、この道が、この暗闇みたいなところに入ってるんだけど、繋がってたんよ。普通に入れる。もう普通にこんな感じ。普通に入れる。なんか海から来たんかな。まあ、詳しくは1本前のアーカイブの動画見てもらえると、流れがわかるんだけど。こんなところにワープポイントがあった。へーって思って。で、ワープポイント自体は見えるようになってるね。で、今まあ何やってるかっていうと、これ、世界任務の夢の苗畑でもかな。の2章。第1章をクリアして、で、その次のところ。これをやってるところで発見しました。という内容のアーカイブでした。ここからおまけになるな。うん。今までない感じなので面白いですよね。あんな感じだったんだな。おもろ、ワープポイントね。あのパターンなかったよ。びっくりしたわ。そんなことでびっくりさせられるとは。なんか、メルヘンな世界観だな、ここ。いいなぁ。わ、不思議な感じ。また新しい植物出てきた。種子のない花。不思議な感じだなぁ。こん中に野菜があった。いや、面白いなぁ。やっぱり、大型アップデートなだけあるね。まあ、原刀も楽しいなと思うけど、まあ、原神には原刀に負けずにやってほしいなと思う。何目線って話だけど。うん、負けずにいてほしいと思う。どっちもやるけどな。どっちも楽しむけどな、ユーザーとしては。やっぱりクオリティの面ではやっぱり原神ってほんまにすごいなと思うから、YouTube とかの動画のクオリティがやっぱり原刀と比べると、まあ、圧倒的に原神、なんかワクワクする毎回。それがすごい。原神の何がすごいって。原刀と大きく違うのは。原刀の、公式 YouTube チャンネルも見るけど、なんか、だいたい30秒くらいの、なんか、ねえ、なんか、まあ、内容はわかるな、くらいの。感動がどうとかそういうことじゃないみたいな。うん、な説明動画みたいな。感じのばかりだから、まあ、別に見ても見んでもいいかな、みたいな感じだけど、原神の公式のは、うわ、アップされとったらすぐ見ようってなるんよね。ゲーム内だけじゃないのがすごいよな。原神はすごすぎます。すごいよね。感動する。ほんまにそこに関しては。キャンプして、石の小屋覚えてないな。妖精みたいなことではないのかな。
奇妙なゲート、分かりすぎてつらい。原神は愛せるよな。このような奇妙なゲートは玄武の扉と呼びます。その中の挑戦をクリアすると何かいいことが起こるかもしれません。玄武の扉の前に立ち、古びたライアでアランラナのメロディーを奏でると目覚めさせることができます。あ、これがいるんだ。時々これ 見かけてたよね。アランラナのメロディーを奏でると目覚めさせることができます。その後、足を踏み入れることで挑戦にチャレンジできます。挑戦中、制限時間内にすべてのゲームの種を集め、ゲームの扉に戻る必要があります。その間に敵から攻撃を受けると挑戦の残り制限時間が減ってしまう。これ大事なとこだな。何？制限時間内にすべての種を集め、扉に戻る。で、敵から攻撃を受けると残り時間が減ると。ゲームの扉に入ると奇怪な夢の花が出現することがあります。これら花の近くにある結界の中にいると自身の存在を敵から隠し、戦闘から離脱することができます。また雷元素で夢の花を活発状態にすると挑戦中の残りのゲームの種の位置を示してくれますが、結界の力を失ってしまいます。はあ。じゃあとりあえず雷系入れんだっけ。フィッシュさんでいくか。あれ、フィッシュさん入れてるパターンがないか。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡めとった。ここね。あ、ちょっと待って、行くわきさんで回復しよう。お手軽。あ、でここで引く、ここで引けと。まあ、装備するんかな。古びたダイヤ、上にあったな。ゆっくりでいいのかな。え、これ何？アランラナのメロディー、無境出入りする力があります。また最もアランラナに認められやすいメロディーの一つでもあるようです。認められやすい、あれの通りに弾けと。え？これ合ってるよね。これで上げたり下げたりもできる。え、ファでしょ、あれ。これじゃないの？あれ、答えがないんだけど。あ、こうってこと？あ、こう、この今これ押し R1 押し続けるでキーを上げるにして、でファをやったらできたんだけど、でなんか光ってたね、押すべき場所が。でもなぜか R1 を押しながらじゃないとダメという謎の罠があるんだけど。ちょっとそこだけ気をつけて。普通の押してない状態だったらなぜかダメだったな。この剣は分かる
ちょっと気づくのに時間かかるかもしれない。え、これは。あそこもってこと？場所がわからんぞ。あ、これか。これを拾えってことか。範囲広いな。これを拾っていけばいいんだ。形は精神と共にあれ。え、この辺にもある可能性あるのかな。場所がわからん。あと15個。姿を見せよ、オーズ。あれか。あ、てくらっちゃった。分からんのだけど、え、表示されてないよな。あともう一個なんだけど。え、ないけどな。あともう一個。ないな。コントローラーだとそうなります。ちょっと不便。ちょっと回復しよう。いや、待って。あれ、ちょっと待って、こっちなんかあるかな。こっちじゃないっぽいな。待って、これ岩山八九。
危な。ここで休みながら出るときに雷元素で、あ、こういうことだね。でこの中入ってれば OK だから、で出るときに表示して、あった、いけた、こういうことだ。はい、宝箱や。ここで合ってれば、なるほど、1オクターブでキーが低い場合は上のところに表示されとる、上のところが丸で、なんていう、丸、緑色のあれが出てるわな、ファンのところで、キーを上げたらちょうどこれになるから、ここが合ってますよっていうことだ。間違えた。なるほどね。もうなんか移動すんのか？ムービー？いろんな顔のやつがおるな。ピュア。ピュアだな。7が来るとすごく怖がる。
もう一個なんかあるのか。助ける、あれ七天神像あるな。七天神像あるわ。これ分けよう。